え、これ、これか、これ、これ。本当に恐怖ダジャレかまずここですね、名工潮見。まあね、これなんで恐怖を感じるのか、この高さなのにね、左右見て分かりますでしょうかね。防風用の壁っていうのはもうほぼない。こちらも、ね、左右道路もこの橋の上っていうね、一番防風の壁を作ってほしいところに壁がないので、風が吹き出すとね、超怖いです。もう一個、最後の橋ですね。拠点はね、もうここもね、もう渡る前の時点でね、強風のため50キロ制限規制っていうのになってて、で50キロでトラックの後ろに張り付いて走ってても、おっかなかったんですよね。今年は全くもって平気でしたね。いや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 、長島スパーラン、おお、
なんかね、今日はね、走りやすいなと思ってたらね、やっぱり、追い風ですね。はい、長島スパーランドですね。はい、三重川越、三重県での高速間終了です。子供もあとは家に帰るわけです。